不安取らして。そんなそんな。わ、皆さん綺麗やな。これ、アジサイの会やで。違う。昼先月見そうや。いやはい、ええな、あんなバカにならんもん。うわ、2000円か。青かいな。あの坂あるやん、何にもない。一番上でビシャンモンド、これ大きな石やなって。なんか言うたはったで、うん、聞いた、どっかしないとなってた。
違います。さすが大阪。ちゃんと受け答えしますて。私が山賊川渡る練習言ったらね、そうねんねん、溺れると困りますよってな、さあ行きましょうか言うて、みんな真剣に聞いてもらって笑うところです、ここはね。って言ってね、あのプールに。でも本当に絶対行かはるんですわ。で、いつも行くおじいちゃんが、その日に限ってプールに行かんと、ウォーキング、歩きに行かはったんです。で、私が、あれ、今日はウォーキングですか？行かはりませんの？言うたら、なんて言うとった、そのじいちゃん、私に。わしは、船で渡る。さようでございますか。まあ、くれぐれも船酔いでも全員は気をつけてくださいまし。結構、お見送りをするわけです。ね。で、実にね、その大阪の人は、気分が、切り替えが上手でね、楽しいんでしょ、こっちも、うん、ボケやんと怒られるぐらい、ボケとツッコミがないとね、それで終わりかんと怒られるぐらいなんですけども、例えばその、ちょっと今日黒板がないですけど、漢字で気分っていう漢字書きますね、気分。真ん中でスパッと分けると、気分けるっていうね、気分の気と分ける、気を分けるって書きますよ。ね。あと分けるのは2つしかありません。気分というのは A か悪いか、A、気分が悪い気分が真ん中ってあまりありませんからね、うん、じゃあその A 気分悪い気分は誰が分けてます？良い気分悪い気分っていうのは自分の気分は誰が自分の気分を分けてます？自分ですやん。そう、人様、人がね、自分の気持ちをどうのこうのっていうわけにいかない。やっぱり良い気分、悪い気分っていうのは自分で分けてるわけですね。ってことは気分って自分で分けることができるんやったら、いつもええ方に分けといた方がよろしいですや。悪い方へわざわざ分けでも、それが上手なのがその大阪のおばさんたちでございます。常に常にええ方へ、ええ方へ気分は分けて見えます。例えばその泳ぐ練習一つにしても、あのコーチがいて、これ25メートル泳がなあんた足腰悪いなので歩けませんで、せやなっても言われて歩くのと、三途の川渡る練習でって言って面白いですやん、みんなで笑顔になりますやん。気持ち一つでおもろなるか、あるかな、させられるって、ここの違いですな。うん、でやっぱりそれは確かに動く方がよろしい、なんでも。でもあんまり気にしすぎやんことですわ、うん、あんまりこんなこと言うとお医者さんに怒られるか分かりませんけれども、できる人もおればできない人もおるし、その人によってその日はできるけど次の日はできやん場合もありますやん。やっぱりそれはあまり気にせずにできることを日々やってったらいい。そんなふうに私はいろんなとこ行ってね思うんです。でまた別のね老人ホームでは98歳のおばあちゃんが、すごくその人は気分の分け方があまり上手じゃなくて、いつも悪い方へその98のおばあちゃんを分けるんです。でいつも私にね、こうちょっとカウンセリングしてると、98のおばあちゃんが老後が心配やって言うんですね。気持ちわかります。でもね、あの年を取るのは心配で、でもそのおばあちゃんは98まで来ましたせと思わずここまで出るんですけど、98のおばあちゃんでも老後が心配やって気分がへこむわけですわ。ね、もったいない、あんた98までそんなことばっか心配して今まで生きてましたって思わず言いそうになるぐらい。じゃあどうやったら楽しく老後を迎えるか、もう簡単なことです。毎日楽しかったらよろしい。そうです、そうです。で、要はみんなピンピンコロリって言いますやん。なんかピンピンコロリ願いますやん。でも考えてみなはれ、コロリに行くまでにピンピンドラな感じでね、これ大概苦労いるし努力いります。ねえ、ピンピンドラなことに起こっていけない、大概大変なことです。あんまりそう思ってしまうと、出来やんだ時にやっぱりそのおばあちゃんみたいにへこんだりするんですね、98なんて。そうではなくて、やっぱり見てるとね、すごく幸せに暮らして見えるおじいちゃんおばあちゃん見てると、毎日楽しんでるんですわ。すごいそれ上手、うん、でもその毎日楽しいから10年後も結局楽しいわけで、うん、おいしいものを食べてな、おいしいものを食べて、そうです、おっしゃる通り、うん、その通りなんです。ある日突然老後になって
って幸せになって楽しいかと言ったらそれは無理な話です。ピンピンゴロ行こうと思ったら毎日楽しかったらそれの延長です。ね、今日は皆さん来ていただいた時よりもずいぶん今ちょっと笑顔が増えたような気がいたします。楽器も誓いますね。寝てません。まあ、それは重いちゃう。そうやな。うわ、20キロぐらいあんだよ、これ。さあ、何キロあるでしょ、黒いのか。うわ。7キロぐらい？7キロはね、白いの。最近の白いのぴったり7キロです。これは、何キロあるでしょ。15キロ。10キロのお米とペットボトル2本分ぐらいを抱っこしながら練習してます。普段はね、お箸を持ちたいもので私のね、アコーディオンの先生はイタリア人なんですね。で、そのイタリアの人はゴリラみたいにゴツいからで、アコーディオンもいろんな種類があるのでその先生は15、6キロの楽器をいつも担いで立ちっぱなしで2時間ぐらい演奏するんです。もうそれ見とるのでやっぱりな、そうめんってわかんないとピザ、イタリアピザかスパゲッティじゃないとあそこまで体力が使うなんて、そこを見ながらね、あ、頑張れって先生ここは背中を押されてます。はい、じゃあね、硬く、そうなんです。これね、その、まあ、構造上こっち側に重みがかかるんです。全部ね、天板はそんなに重くない。なのでこう13キロをちょうど半分で稼げると楽なんですけど、結局はもうこの左肩、こっちの方が全部重たいので全部こっちにこう寄っかかってくるんですけど、で、このような工場はね、皆さんも今日は近い距離なのでまたこの蛇腹が開くところも見てください。これはね、今閉じてるんですけどすごい綺麗な花柄が入ってますので、そういうのもね、アコーディオンの楽しみです。ご覧ください。ダイヤがたくさん今日本物やったらいいけどなそうそうそうでは、勝負感いっぱいでね、今日もお帰りいただこうかと思います。いつも自己紹介するときに大阪純子の純子は桜田純子の純子です。わかる人皆さん昭和ですがな平成おりませんね、ここみんな昭和でございます。桜田純子分からんでございないと思います、ね、昭和、平成、令和と3世代でございます。えらいことでございますな。そのうち若い頃に昭和生まれってびっくりされるようなこともね出てくるかと思いますが、普段はね、私いろんな、施設でお邪魔をしたり、病院、七栗病院のホスピス、がん病棟、ね、ああいうところに行ったりとか、いろんなところでね、演奏しております。もちろん、こういう地域の生き生きサロンなんかも、いろんなところお邪魔をしております。懐かしいアコーディオンの音色をね、今日はいろんな楽器も持ってきましたので、約1時間弱ですけれども、お付き合いくださいませ。
ございました、今ね私が担いでるこの白いアコーディオンはねとっても古いアコーディオンで大正2年生まれでございます。106歳、今日はそうなんです、106歳で、どこも直さずにちょっと音の調整だけしてもらっただけで、あとこういう飾りとか装飾彫刻等は全部106年前第二次世界大戦超えております。すごいですよね、そう思うと。でもあの本当に昔の方は、もちろん手作りなんですけれども、こういうね美意識というかこういう美しいものにかける情熱というのはすごいかなと思いますね。はい、じゃあちょっとね、今日はいろんな話を、ね、しようかなと思うんですけど、皆さん寝てしまう前に一番いい時間帯です。お昼食べて心地よい音楽で寝てしまいますから、寝る前にちょいとだけ話しとこうかなと思います。